アイデイリーによると、シティリケ号が中国遠征で衝撃の敗北を喫し、2018ロシアワールドカップ出場に赤信号が灯った。シティリケ監督率いる韓国は3月23日、中国調査の我流スタジアムで行われた中国との2018FIFAロシアワールドカップ最終予選第6戦の遠征試合で0対1で敗れた。ソン・フンミンの警告累積で欠いた韓国は決定力の不足を見せ無得点の末中国に捉えられた。これで韓国は3勝1分け2敗、勝ち点10のままで、まだ試合を終えていないイラン勝ち点11と勝ち点1差の2位を維持した。しかしウズベキスタン、勝ち点9とシリア戦の結果次第でグループ3位に下がる可能性が高まった。ワールドカップ本大会はグループ1位、2位が直行する。3位はプレーオフを経て北中米地域4位と大陸間プレーオフを行わなければならない。ホーム中国は前半33分、コーナーキックをウダイホーが韓国守備を引き離してヘディングで得点に成功した。一撃を受けた韓国は同点ゴールを入れるために攻撃の強さを高めた。韓国は後半開始とともに韓国は長身のフォワードキム・シーヌクの高さを活用して中国守備を攻略したが、守備を厚くした中国の守備ラインをこじ開けるのは困難を極めた。中国は守備ラインを下げてカウンターアタックに重きを置いた。韓国のパスを切った後、すぐに守備裏のスペースを狙った。時間が経つにつれ、韓国は中盤でパスのミスが多くなった。シティリケ監督は後半39分、最後の交換カードで対局マークを初めてつけたホヨンジュンを投入した。しかしついには中国ゴールを破れず、試合は韓国の敗北で終了した。チャンネルの登録をお願いいたします。パソコンの方は画面中央のボタンをクリック。スマートフォンの方は画面外のリンクから登録が可能です。またよろしければ。